ニの1分間レッスン。今回はドレミファソラシドと1オクタープの声を出してみましょう。誰ですか？高い音が出せないなんて言っている人は。高い音だからといって頑張らないでください。あー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 、こんな風に柔らかい音を心がけましょう。4つ目の音の後には必ず息継ぎをしましょう。高い音は息がたくさん必要です。息継ぎをしてさらにお腹に力を入れて声を出しましょう。それではやってみましょう。あー、この音からです。1、2、3、4。あーあー、うまくできましたか？柔らかい音で歌上手。